ねえ、一体何が始まるの？話を聞いてなかったのか、敵を殲滅しろ、レベルは下げてるから頑張れ。その敵がどこにいるんだって話なんだけど。やばいよみんな、あっち見て。マジかよ。いきなりボス戦は聞いてないぞ。よけて。危なかったね。でも大丈夫、敵が一体ならなんとか。じゃあー。来たじゃん。ああ、久しぶりだぜこの感覚。敵は見たいか、とにかく私はスタートよ。わー、ゆめちゃん、やった。久しぶりの相手が子供とは。私に捕まるパワーが悪かったな、軍人ですね。軍人さん、久しぶりですね。お前もな。それよりも話は聞いていいだろ。言うこと聞いたら自由を与えるってさ。ですがまずは気づかれない程度にストレス発散といきましょうか。おや？彼女たちの姿が見えませんね。一体どこに？狩りの屈折で見えないようにしてる。今のうち回復を、任せて。ああ、めんどくせえ。どこ？適当に放ってれば出てくんだろ。どこにも逃げられねえよ。地獄の火炎。あいつは私だ。とに一体お願い。それじゃあ私はあの悪魔を。じゃあ私たちはあいつらだね。うん？おらー。何？ふふふ、わかんね。私は生と炎属性は屈折の力で軌道を変えることができるんだ。見たところお前は炎属性。私の勝ちだな。じゃあ物理で行くわ。あん？だは、ソロプレイ絶対無理だろ。負けイベントだろこれ。他のみんなは。なんとかだが、全然体が追いつかない。妙な野郎だ。大した力も魔力もないのに自然回復力だけ高いな。自動回復もできるとは。まあそれだけだけどな。母さんそっちは大丈夫。何してんだお前。姉さん気持ちいいですかい？いいですね。それじゃあ次は腰の方を。わかめ月を入れたな。ちょっとマッサージ用のローション持ってきますね。はいお待ちしてますね。ふふふドバンと行くぞ。うんあらーやはり子供ですね。ガラーと。さて、そろそろいいですかね。なんだ、もう始めるのか。おいしどに、何が調整おかしくないか。全然攻撃が通用してないぞ。もう少しレベルを下げろ。おかしいな、レベルは5に設定している。せいぜい初期キルの程度だぞ。どうしたの先輩、ちょっとおかしくないですか。ソフィアが放とうとしてる技はレベル50は超えないと使用しない技なはずです。ねえ、どうなってるのよ。待ってくれ、今設定画面を開く。なんだ、シエラ、中断だ、何かがおかしい、了解です。やめろ。お前。シエラ、急いでシステムをダウンさせろ。何を言ってるんですか、サニーさんたちがシステムの中にいるんですよ。今ダウンさせたら消えてしまいます。もう手遅れだ、システムはすでに侵食され計画が実行されている。なんだ、何の話をしている。もっと早く気づくべきだった。さあ、始めましょうか。今ローブ、僕です。私の中で何かが生まれた。心が生まれたことによって誕生した能力の一部かと思ったが、そうではなかった。身近なものにも心が宿り、意志を持ってしまったのだ。これって、ただのゲーム、だよね。まずはシステムをダウンさせろ。表に出てきたら大変なことになる。話はそれからだ。先輩、何してるんですか。まだギルガメッシュさんもいるんですよ。戻ってこれなくなるじゃないですか。ニトリが来るまで保留だ。まずは状況の整理を。嘘だろお前。一体何やってんだよ。これじゃあ助けることもできないだろうが。侵食が拡大されるとまずい。奴の正体は。さあ、何してんだお前。システムを乗っ取られた。急いで逃げろ。もう、すべてのコンピューターが制御不能。早く、ここから。何してんの。早くこっちに来なさい。人の少々高性能に作りすぎではないかも。お前にいいことを教えてやるよ。私たちはコンピューターのプログラムによって生み出されたものではない。何の話をしている。モデル M850 に心が宿ったと同時に全ての脳の役割を果たす者にも心が宿り、意志を手に入れた。マザーだよ。マザーコンピューターが自己学習システムにより自ら意志を作り、マスターが望む史上最強の生物を誕生させようとしている。姉妹ともなる存在はすでに完成している。 NX よりもはるかに上回る電気全能の存在、全てを超えし者、その名もマスターウェポン。あとはクローンを操作して我々は表に出る。お前たちに勝ち目はない。一体何だって。残念ながらお前たちは見捨てられた。ダウンさせた状態で死ねばそれは事実上の死となる。シエラだけは今すぐにでも抹殺しなくてはな。それとマスターにはハイウェポンのデータ収集を。そうすればより完全な生物が。なんだ。予期せぬエラーが発生しました。速やかに転送して戻ってください。バグを発見しました。情報収集不可能。このままでは全てのプログラムがダウンする恐れあり。そこで一体何が起きている。あなた、一体誰なの。そういうことだったのね。だけどあなた、この世界を舐めすぎだわね。きっと後悔することになるわよ。ラン様、大丈夫だ、奴が消えたらすぐに。な、教会が。頼む、チェンだけは助け。ラン様。どうしてこんなひどいことするの？ねえ、どうして？バカでかい石板だな。一体なんて書かれてるんだ？皆様？ちょっと待ってくれ。一部は魔界と月の文字、それと魔道書の文字だな。確かにニトリが言ってたようにあらゆる文明が合わさっている。他はやはり小鈴がいないと難しいか。だがこれだけでも十分な収穫だな。マリサ、ここには歴史が刻まれている。一部しか読めなかったが、クリスタルを争う戦いが過去にあったらしい。つまりそれは、エイリンたちがここに来る前に起きた出来事ってことか。そうだね。そしてクリスタルは息吹の力が宿っている。過去にゼムスと名乗る者がクリスタルの力で強力な兵器を利用しようとしてた。兵器？ああ、いくつもの星を貫通させて破壊できるほどに強力な兵器をね。多分当時のエネルギーでは動かせないものだったんだろう。例えば生命の力とかね。まさか地球の侵略か？そこまではわからないが、あの王の血筋に近いものが関わっていそうだね。肝心な兵器とクリスタルの場所までは把握できてない。理由はクリスタルを一箇所に集めるといった、多分ゴルベイザよりも前のものが黒竜を宿し、息吹のクリスタルを守ったと考えられる。それなら、ゴルベイザならクリスタルの場所がわかるんじゃないのか、何かそれを記すものを預かっているとか。言動を見てる限り本人がそれを分かっていない、持っていたとしても気づいていないのかもね。どっちにしろ小鈴がいないと続きを解読できない、NO 復活のついでに楽趣味の元へ向かうか、その後はニトリの監視だな。息吹ってどんな力なんだ？全ての自然における力の源さ、エーテルや生命、宇宙にある暗黒エネルギーなんかもね、その力があれば無限の魔力を扱うこともできるだろう。マジか、それはすごいな、欲しくなる気持ちもわかるぜ。あの石板には巨人、城壁とも書かれてあった、それは一体なんだ、全く意味がわからないがそれが兵器に関わっていそうだね。一部天界の文字が混ざってる、これは天界人にしか読めないものだ。天界と魔界が協力してでも隠したいものか、少し興味があるね。どうですか、何かわかりましたか？まあ、少しはね、君はこの石板については何か。詳しいことは特に何も、私でもまだまだ若い世代ですからね。ただ、矢心様の話では、初めて月に移住した時にはすでに誰かが住んでいた痕跡が残っており、それらを元に今のような年になったとおっしゃっておりました。エイリンって元は地球で育ったんだよな。不老不死の薬を飲むまでどうやって生きてたんだ。元は普通の人間なんだろ。ああ、それもそうですね。しかしゴルベイザ様も矢心様も間違いなく月の血筋ですよ。月読み様がそれを証明してますしね。もともとは月で生まれたが、何らかの理由があって地球に落とされた。そう考えることはできないかい。ここには過去の歴史が刻まれている。戦争の内容的に安全を確保するために地球へ飛ばし、敵と月の戦士は相打ちで終わった。地球が危険だから移住したのではなく、本能的な何かで月に対してつながりを感じていた。半数以上はきっとそうだろう。残るものとそうでないもので分かれたのは血筋の問題。王だけじゃなく、かぐやや四つ湯、エイリンの血筋にも何かありそうな気がするね。少々深読みが過ぎたかな。とりあえず戻ろう。はい。なんだ。何かしら、大きな爆発だったわね。あ、よっちゃんかも。よっちゃん、外で何かあったの？あなた誰よ？静かに、気づかれたら終わりです。わらわに考えがある。何？奴から逃げる唯一の方法、それは異界から別世界に逃げることだ。この世界は、もう手遅れである。狙いは分からぬが予想よりも早く現れた。それほど大きなきっかけを生み出してしまったのだろう。誰かが記憶を持って逃げれば繰り返されてしまう。ただし、遅れるのは一人だけだ。目覚めたばかりの現れはそれが限界。今すぐ誰を送るか決めろ。そんな、冷戦よ。姫様、一体何を。冷戦、時間がないからよく聞いて。これまで積み上げてきたものが全部なくなるなんて冗談じゃない。どこの誰かわからないけど、やっと今の自分や周りを好きになれたのよ。せめて一撃くらい食らわせてやらなきゃ気が済まないわ。冷戦。昔の私は命の価値を全く理解してない大バカ者だったけど、それに気づけたのはあなたやみんなのおかげなの。あなたなら信じられる。私たちの運命をあなたに託してもいいわね。でも、気づかれたか。私がなんとか食い止めるわ。つくよみ、あとは頼んだわよ。姫様、しっかりしなさい。いい、あなたが次に繋げるの。そうすればきっとまた一緒になれる。わかったわね。はい。具体的にどうなるかまでは聞かない。あとは頼んだわよ。上空の神もただ黙っているわけでもあるまい。一つの可能性のために自らの世界を諦めたか。一人の人間のために。まさか。いや、混沌か、どこかで感じたような。私は未来を見た。お前の思い通りにはならないぞ。絶対に。残りはわらわだけか。より姫たちも運よく逃げられればいいが。よく言う、すまない。で一緒に思いと共に消えよう。あの者たちなら、きっとまた助けてくれるさ。みんなは、一体どこに？ここにいちゃまずいね。急いで戻るよ。お前はどうするんだ。急いで決めろ。姉様はどこに？そうだ、探しに行かないと、きっとまだどこかに。じゃあな、より姫。おい、ミム様、どうしてより姫を置いてったんだよ。もう希望を失っていた。連れてきても足手まといになるだけだ。何言ってんだよミム様、なんで仲間を見捨てるようなことを。いいかいマリサ、私は悪魔なんだよ。それを忘れないでほしい。生きる意志もない人間を連れ回すほど優しくはなれない。もう忘れろ。何か考えがあるのか教えてくれよ、何でもやるからさ。その言葉、忘れるなよ。知る限り、元に戻る方法はないからね。霊夢さんは別の空間から観戦していただきます。さあ、いつでもどうぞ、殺し気で来てください。そうでなければ、面白くありませんからね。いいことを教えて差し上げます。私の力は、龍神王、バハムータよりはるかに上です。それはどうした？